wondering, troppo, cominciamo. Per favore, grazie.山ほどあったでしょ。 なかなかうまく話せなくて、それにどんなふうに話していいのかもわからないし。まあ慌てることないよ。やっとお母さんの居所が分かったんだし、リナがこっちにいる限り会おうと思えばいつだって会えるんだからな。でお母さんどうしちゃってたかな。苦労して探し出したんだ。少しは僕のことを感謝してくださってたかな。そりゃもう氷川さんのこと神様みたいに言ってましたよ。それは何よりだ。グラッツェ、母はなんて言い方するとまだちょっと照れるんですけど、母さんは氷川さんのお力になることだったら何でも進んでお手伝いするようにって、それが何よりの恩返しだからって何度も言っていました。で君は何と答えたの。あ、分かりましたって。だってそういうしか、今の私には目の前の母さん喜ばせることが一番だから。僕もね、恩着せがましいことをするのは嫌いなんだけど、君のお母さんがせっかくそうおっしゃってくださってるから言うんだけど、実はねちょっと君に頼みたいことがないわけではないんだ。何でしょう。ポリドーリっていうブランド知ってる。え、日本の国内的にはまだそんなに知名度はないんだけど、こっちでは結構新進気鋭のデザイナーの急成長株ブランドとして知られてるんだ。そこに僕の友達が働いてて、今度日本上陸を企ててるらしいんだ。その最も有効な宣伝戦略を立てるために今駆使してるらしい。でね、今登ってるプランを生かすためには日本上陸に相ふさわしい日本人の新鮮かつ魅力的なモデルを一人早急に探し出さねばならないそうだ。日本上陸キャンペーンのイメージガールだな。たまたまこっちに来てた僕にも相談を持ちかけられた。ヤスとのこれまでの関係からそう無限に断ることもできなくて、正直言って弱ってる。氷川さん、もしも僕を助けてくれる気があるのなら。氷川さん信じてもいいんですよね。もちろん。君がやっと会えたお母さんともども僕に感謝したいと、でそう言うなら一度ポリドーリのモデルを引き受けてくれないだろうか。
信じてもいいんですよね。当たり前じゃないか。記憶の瞳が想いに輝くよ。誰もが微笑んだ君の笑顔忘れはしない。出会いの未来があるから夢叶う日まで今はここでそう by for。 この番組はいつも暮らしの中にライオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。Questo è il nostro laboratorio. Come vedi è un'immagine di femminilità ed eleganza. Abbiamo 8 sarte. Produciamo mediamente 60 capi a stagione, collezione autunno-inverno, estate-primavera. Quindi noi, come Polidori, ci teniamo di entrare alla grande nel mercato giapponese. Ecco, questo è già uno della nuova collezione. Bene, questo è il posto della sfilata per la nuova collezione primavera 93. Ricordi che tutti i giornalisti e i fotografi del mondo saranno presenti per ammirare il suo fascino. Sì. Sono in ansia di vederla camminare sul palcoscenico. Capisco la sua preoccupazione. Lei è di solito così, ma quando sta sotto la luce diventa veramente stupenda, come un'altra persona. Beh, speriamo, altrimenti il turno delle sue apparizioni diminuiscono, ok? Ok. Io non conosco i gusti giapponesi, ma gli italiani sono molto raffinati e se ne intendono. Lo so. ハヤは君に最大級の賛辞を捧げてるぞ。Signore, ci sono belle notizie. Mi sono tolto un peso dal cuore. Finalmente il mio lavoro procederà bene.
Poverino, lei è venuto a Roma per lavorare, invece l'ha soltanto visitato Roma. È la prima volta che viene qui? Sì, non ho ancora gettato la moneta. Si dice che se si getta una moneta farà indietro, si tornerà a Roma. Ancora una volta, se getti due monete, lavora, svolgerà, è così? Se getta le tre monete, ma sai cosa vuol dire? Cioè, significa com'è? Significa che potrebbe anche divorziare. Potrebbe divorziare? Eh sì.私がお世話して差し上げたホテルではお気に召しませんか、朝倉里奈さん。お話って何ですか。閉めないで。ずいぶん信用がないんですな。座っても。あ、そうだ。あなたの警戒を解くために私の正体を明かしましょう。知っています。ローマから突然消えて亡くなった私の母の友人でないことぐらいは。あの母が住んでたっていうアパート、あれも最初から空き家だったんでしょう。おめえと、我ながら下手な嘘をついたもんです。私は若槻志音ご存知ですか。知ってます。私彼女のマネージャーをやっております、関と申します。志音さんの。どうして。残念ながら言いかねます。どうして母がローマから消えたなんて嘘を。それもノーコメントにしておきましょう。けどいずれわかる。いずれって。ごく近いうち。信用できません、あなたみたいなインチキやろ。木川さんがそう言ってました。私はその言葉をそっくり氷川君に返しましょう。私はあなたの母の存在を匂わせローマから去ったと嘘をついた。かわいい嘘です。しかし氷川君はエアメールを捏造してあなたをローマまでおびき寄せ。待ってください、あの母からの手紙が嘘だと。もちろん。その上こっちで人を雇って偽物の母親をでっち上げ。偽物。あなたももう当然気がついてるでしょう。自分の前に突然現れた母親と称する女が確かに自分を産み落とした人間であるかどうか。あのローマの母は真っ赤な嘘、赤の他人です。証拠は。知りません。必要ならご自分で探しなさい。どうして、どうしてそんなこと。それはあなたを海外デビューさせるためです。ローマで人気の出たあなたを日本へ逆輸入させる。あまり成功した例はないが、まあない手ではない。しかしまさかね、母親まで作るとは私も思わなかった。私は今回ローマでじっくりあなたを観察した。氷川君はバカな男ではない。あれだけあの手この手を使ってあなたに入れ込む彼の気持ちがやっと分かりました。私は若槻志音を見つけ出し今の地位を築かせた男です。その私が言う。
あなたには人を引きつける磁石がある。大切になさい。そんなもの何なんです？世間ではとかく誤解されているようですが、我々の世界は実に素晴らしい世界です。人を喜ばせ感動させること、魔法のタクトで人を自在に踊らすことのできる人間ほど偉大なものはありません。あなたもやってごらんなさい。きっと見せられてしまいますよ。君の願いが叶ったら君にプロポーズしよう。みんな、みんな。綺麗だ。ミケーネ。母は。え？私の母は今日は。ご招待はしておいたんだが、今日来られるかどうか。この間母の家を見てきました。機関さんが一度教えてくださった住所、うろ覚えでしたけど、確か正確には教えなかったはずだが、パリオリ地区とかおっしゃってました。友達に手伝ってもらって一緒に探してみました。東京で下北沢うろついたみたいに。母はいませんでした。住んでませんでした。その地区で日本人の中年女性を見た人は誰もいませんでした。それはだな。もうその場限りの言い訳は聞きたくありません。私の母はローマにいない。そうですね、私の本当の母はローマになんかいなくって、氷川さんはどこにいるのかもご存じない。そうですね。Ragazze, attenzione, la sfilata inizia tra mezz'ora. Mi raccomando, pronte. Grazie. Ok, ok. 答えよ。君の言う通りだ。やっぱり私を騙すことしか。聞いてくれ。落ち着いて聞いてくれ。あと30分でショーの幕が開く。今日のショーの目玉は新作ファッションじゃない。リナ、君だ。君自身だ。モデルでもない。ましてやスタイルのあまり芳しくない極東の国、日本の女の子がイタリアの一流ファッションメーカーのショーに出る。それだけで話題になるだろう。それで君の成功は8割方約束されたようなもんなんだ。日本人の朝倉里奈という無名の女の子がトリドリのショーに出て一躍脚光を浴びる。その小さな人気はローマからやがてイタリア全土に飛び火するだろう。その噂を聞いて日本の芸能ジャーナリズムが黙ってるはずないだろう。君が華々しく帰国するや否や、日本中は朝倉里奈の大フィーバーだよ。里奈、日本に着いたら何から始めようか。 CM かテレビか映画かレコードか、よりどりみどりだ。どこも君を1秒たりともほっとかないよ。私はこのショーに出る約束しかしていません。だからこのショーは単なるきっかけで。信じてもいいんですねって私言いました。もちろんって氷川さんおっしゃいました。初めて母を見た時、私は胸が締め付けられて苦しくて、うまくしゃべれないし、うまく笑えないし、うまく泣けないし、
んな時に何話そうってあんなに考えたのに一言も出てこないし、そんなことが全部そうだったなんて笑っちゃうしかないですよね。みんな君のためなんだ。君生まれ変わるんだ。今晩一晩開けてみろ。君は現代のシンデレラだ。全てうまくいくよ。何も心配することはない。氷川さんはもうちょっと素敵な人だと思ってた。やっぱり人人とも思わない、人の気持ちのかけらも分かってくれない人だった。有名になるだけだ。有名になれば君のお母さんなんかどっからかのことが現れてくるよ。大嫌いです。いらん、いらん、いらん、canzone che stavi cantando, canta, canta. Cantare, canzone.
めて味わう興奮にしばらく酔いしれた。体の中の血がじんじんとうるさく騒ぎ立て、喜びの声を上げる。こんな気持ちになるなんて。感知しなかった予期せぬ出来事で、彼は自分が段取りをした堀通りのショーをすっぽかされ、面目もデビューの計画も丸つぶれに。私は今日帰ります。これ以上朝倉里奈の運命をもてあそぶのはどうも気が済みません。これからは彼女を振り回すだけでなく、彼女の生きるまま育つままにしてあげる方が。それで彼女が本当の母親に出会ったとしても、芸能界にデビューしたとしても、これは致し方ないと思います。ダメよ、帰ってきちゃダメ。彼女のデビューの芽を摘むのよ。母親を諦めさせるのよ。私は彼女の運命をもてあそんでると思ってるの。もしもし、la ripresa adesso questo video, non so come è in giro, io l'ho vista e lei è veramente bellissima. Ho saputo che un famoso regista, Antonio Petroni, è molto interessato. Prego. Grazie. Lo senti anche. いたします。お願いします。はい、ありがとうございます。リナ、母が大変残念だって。あなたが日本へ帰ることを話したの、もう一度顔を見たかったって。そう言われると私も辛いわ。私も同じ気持ちだから。大変お待たせいたしました。それでは搭乗口21番から11時にゲートいらしてください。ありがとうございました。ここでお別れ。泣きたくなるから。ラウラ、今度はラウラが日本に来る番だからね。あなたに会えてよかった。話した方がいいと思ったから。チャオ。見送りに来たよ。ポリドールのショーは穴開けちゃってすいませんでした。気にするな。ポリドールのアレクサンドロはまだ君にご就寝でね。ほら、君がナボーナ広場で歌っただろう。あの時観光客が撮ったビデオ、イタリアのある高名な映画監督が熱心に見てるというもっともらしい噂があってね。その噂もしかして
僕が流した。アレクサンドロは完全に信じ込んでて、もう一度君を使えないかって打診してきたよ。私は分かってる。答えはニエンテだろ。僕からそう伝えとくよ。昔、遠い昔にショーを見たことがある。歌やら寸劇やら手品やらの、あれは確か僕が小学校の4年生の頃だった。場所はどこだったのかな。野外の音楽堂のようなところで、そのショーの最後にね、ものすごい拍手に迎えられて、一人の女性歌手が舞台の中央に現れたんだ。名前も知らないし、歌った歌も覚えてない。顔もとても遠くてよく見えなかった。けど彼女が舞台に現れた時、背中にゾクゾクっと電流が走ったんだ。その感触だけはよく覚えてるんだ。初めて君に会った時、その時のことを思い出したんだ。同じ感触が背中を流れた。嘘だと思ってくれて構わないよ。君には随分嘘をついたからな。許してくれ。ですよ。氷川さんが戻ってくるんじゃないかなと思って。
川さんでなくてもまた誰か偽のお母さんとか偽のお父さんとか連れて私を騙しに来るんじゃないかって。まさか。本当にそう思ってたんですよ。思ってたら飛行機飛んでっちゃって。有名になったら本当に母はのこのこやられてきますか。おそらく。いや絶対だ。私も一度くらいは人前で短いスカートを履いてパンツチラチラさせてもいいかなと思って。止めて。
Ah, mi dimenticavo. Dimenticavo, c'è una lettera per lei. Grazie. どうせくだらん雑誌の取材以来だろう。私の好きな色は萌木色、または苗色と申します。彼女が生まれた時、私は苗色から取って苗と名付けたかった。デビューに思い出と勇気を込めた芸名をプレゼントさせてください。朝倉里奈のままだと私が辛すぎます。取材ですか？うん、くだらん取材だ。よし、行くぞ。はい。サンキュー。ここ大田空港は今大変な騒ぎになっております。ローマの女ひと言朝倉里奈さんまでして帰国するということで、報道陣やアスラの方々ですが、一体押さないで、あのすごい詰めをして、ちょっと待って、うわー、しかし異常だなこの人気。なあ、畑貝、リナは俺たちのこと覚えてっかな。畑貝、お前返事ぐらいしろよ。畑貝、畑貝ってよ、気安く言うねん。俺だって今じゃさ、歌って踊れる売れっ子暴走だったんだから。誰も知らないよ、誰もいないの。こんなもんどれ。やめろよ、やめろよ、俺って、やめろよ。俺見えてもよ、俺週にお前レギュラーテレビドラマ3本だよ。それにさ、知ってる？こないだもさ、リナちゃんのそっくりさんの AV 女優、あれと対談したんだけど、まあ、そっくりさんのヌードが出たっていうことは、まあ人気も一流。いいから撮れよ、撮れよ。電波が到着した模様です。朝倉里奈は死にました。結城奈恵と若槻紫音の血縁関係の方が数倍大スクープだと思いませんか、セリさん。私は結城奈恵なんかじゃないんだからね。ウーマンドリームの原作、極東セレナーデを100名様にプレゼントします。ご覧の宛先までふるってご応募ください。この番組はいつも暮らしの中にライオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。